はい、皆さんこんにちは。ジャピナイキッチンです。さっきまで作ってたんですけど、今はパーツ2、揚げドーナツを作りたいと思います。花の形とツイストの形とにしたいと思います。じゃあ早速今から作ります。ベンチタイム終わって、生地の一つを取って裏返します。生地を押さえて、まあ、四角のを作るようににして、その後にこれを二つ折りにします。また押さえて潰します。ガス抜きます。それとまた一つを折って真ん中につなげます。つなげたところはしっかり締めます。それから両手使って軽く押さえながら生地を伸ばします。同じことを何回していい幅になったら止めます。生地切れることもあるので気をつけてください。それからお花の形に結びます。動画の見た通りを、下から花のとこに通します。もう一回です。もう一回通します。で、反対側も上から通します。全部入れんでもいいです。軽く先っぽだけ出たら、これで花の真ん中になります。はい、これをまた天板に並んでいきます。じゃあもう一回復習して、同じ押さえて伸ばして、それから2つ折りにします。また潰して、それから1つ折りにします。真ん中のつなげたところはしっかり締めて、はい、これから軽く押さえながら生地を伸ばします。何回も何回も。それから右の手も切ったのがいいです。はい、丸く作って下ろして、はい、また軽く上げてします。もう一回です。通します。右手の方は上から穴の中に通します。軽くだけです。はい、これで花に、かわいいね。OK です。じゃあもう一回ね。しっかり見てくださいね。最後なんですよ。次のツイストはここまでの形になるんですよ。はい、編みます。右手持って上がって丸いの形を作って下ろします。それから持ちます。左手を下から通します。もう一回通します。はい、右手を上からです。軽く先っぽだけを出すようにに
はい、これです。終わり。次はツイストの形にします。さっきと一緒です。肘を伸ばして二つ折りにして潰して、また一つ折りにしてつなぐるところをしっかりして伸ばします。いい幅になったら止めます。これです。いきます。はい、なかなかこれで自分でツイストになります。はい、これでちょっと下ろしてつなげるところはしっかり締めてください。もう一回です。伸ばすとき気をつけてくださいね。切れるから。はい、いきまーす。ズロン。あ、滑った。はい、ごめんなさい。これです。半分折ってツイストになります。はい、これです。またしっかり締めてくださいね。これです、これです。はい、OK。はい、これは二次発酵終わった生地です。40度で30分です。そしたら今から油で揚げます。油は150度です。はい、終わりました。きれいに揚げたかな。 OK です。次もツイストの形を揚げます。ここです。このつなげたところはしっかり締めなかったら、ここでパカッと開きます。
い、これで揚げ終わりました。手はしっかり洗って、今からドーナツに砂糖をいっぱいまぶします。こんな感じです。砂糖いっぱいいっぱい、これ美味しいですよ。皆さん作ってみてね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もコメントもよろしくお願いします。また次の動画を待ってます。はい、これでできました。これは材料です。作ってみてね。